トックは、穀物、特に米で作った朝鮮半島の餅、あるいは餅菓子である。作り方、材料、地域などによって種類が多い。作る方法によって蒸すトック、つくトック、炒めるトック、茹でるトックと分けることもある。おやつだが、節日によっていろいろなトックを食べる。日本語では、トックと表記され、発音されることが多いが、言語では、K が内派音であることから、 とっと表記される場合もある。トルジャンチやファンガプの祝いにも欠かせない。うるち米で作ったトックは加熱しても伸びることがなく、炒め物など料理に使われる。棒状のトックをコチュジャンなどを使って、甘辛く炒めたものが、トッポッキで、屋台のメニューとして定番であるほか、野菜などを加えた一品料理として、料理屋などでも出されている。鶏肉と野菜を炒めるタッカルビにもこのトックが、使われる。 また、韓国風の雑煮と呼ばれるものは、棒状のトックを斜めに薄く切り、水につけて柔らかくしたものを牛肉や鶏肉、野菜と一緒に炒め、スープで煮て、醤油、食塩、おろしたニンニクなどで調味する。この料理を、と呼ぶが、これを殻にして、トックと書かれることも多く、混同しやすい。蜂蜜などで甘く味付けして、おやつにしたりする。甘いトックには、 カボチャの種や、夏目、ゴマなどを加えたものもある。チヂミの中にも、ピンデトック、チャントックなど、トックの名が付くものがある。韓国の餅、トップ特集ソルナビ2011年2月1日、韓国の伝統餅、トップを探る韓国旅行情報コネスト。ありがとうございます。